歌手の島谷ひとみさんがデビュー25周年を迎え、3年前に極秘で結婚していたことが9日発売の週刊誌、女性自身で報じられました。結婚相手はイベント制作会社社長でプロデューサーの A さん。A さんは50代で離婚歴があり、昔はバンドでメジャーデビューし、現在は映像制作や音楽プロデュース、アートクリエイターなど幅広い活動を行っています。 多分違うと答え、交際は否定していました。島谷ひとみさんが所属していた大手芸能事務所、バーニングプロダクション、系列の GRICK に出向し、島谷さんのプロデュースに携わり、その後島谷さんが独立して個人事務所、株式会社アイランドを設立後もサポートを続けているといいます。 個人事務所での活動が軌道に乗り始めた約3年前に極秘結婚したそうで女性自身は真相を確かめるため島谷ひとみさんに A さんとの結婚について聞いたところご想像にお任せしますと答え結婚を否定しなかったとのことですもともと綺麗だしモテたと思う結婚してても不思議じゃないので良い人と出会って良かったし 穏やかに幸せな生活を送って欲しいいと思います。単純に略奪なのかなと、だから公にしなかったんでは。さあこれで島谷オタは減るのかな。新人が試されるな。ガチ恋オタが離れそうでちょうどよかったんじゃない。などの声が上がっています。島谷仁美さんはこれまでにさまざまな男性との交際を報じられたり、親密な関係を噂されるなどしており、2006年に俳優、 小泉孝太郎さん2007年に玉木宏さんとの交際疑惑が報じられその他にも元お笑いタレント島田紳介さんとの交際説も浮上していましたその後しばらく男性関係の報道が出ていなかった中で2019年に実業家 A さんとの同性交際が報じられフライデーによると A さんはミュージシャンの父親と女優の母親を持つサラブレッドで グラビアやライブ動画配信事業などを次々に成功させたやり手社長とのことでした島谷ひとみさんは歌手としてのイメージやファンとの距離感を保つために結婚を公表しなかったが男性ファンが多いためファン離れを懸念していたとも言われる女性本人によると A さんは離婚歴があるが今後も素敵な家庭を築いて末永く支え合いながら音楽活動で活躍する姿を見せてほしい 島谷ひとみさんはデビュー25周年を迎えることになりました。3年前に結婚したことが明らかになりました。一方で、野球好きという一面もあるそうです。19年に島谷と A 氏の交際を写真週刊誌が報じているが、当時島谷は交際を否定している。その頃、A さんは島谷さんの当時の所属事務所に出向しており、島谷さんのプロデュースに関わっていました。 島谷さんは19年末に独立し、株式会社アイランドという会社を立ち上げました。アイランド。でも A さんは島谷さんのサポートを続けていると言います。アイランドの活動が軌道に乗り始めた頃に、二人は入籍したそうですよ。19年にはもう一つ、大きな出来事があった。実は19年に。 島谷さんのお母さんにステージ4の癌が見つかったそうです島谷は当時のことを CHANTOWEB のインタビューでこう振り返っている母が病気になりこれまで当たり前に頼っていた存在が不安定になる可能性に直面しました自分の人生を一度リセットしようと思ったんです格闘技イベントで人気の元芸人無理棒が妖日として歌手デビューした この日、デビューシングル、もう一度あなたに会いたいを配信リリース。都内で取材に応じたのは、目指すは東京ドームとぶち上げた。現在は YouTube チャンネル、塗り棒沢金で活動。これまで YouTube でも歌声を披露しており、そのフェイクを生かしたバラードに仕上がっている。サウンドプロデューサーは島谷ひとみ、などに楽曲提供しているが担当した。 歌手デビューは、その島谷との縁でが決まったと言い,い、一生ついていくと決めました、ときっぱり、8月18日に都内で行われる島谷とヒップ PY が発起人となった平和を願う音楽フェス、79東京への出演も決まっている。新曲の朝倉について、嬉しそうに、ニヤニヤしてました、と明かした。朝倉未来率いる1分間の格闘技。 b r e a k i n g t o w n でブレーク中の塗り棒が8日アーティスト NURIBOU としてもう一度あなたに会いたいを配信リリース歌手デビューした別れた恋人に対する甘く切ない恋心をしっとりと歌い上げているこの日都内で取材に応じた塗り棒は YouTube で歌っていたら可能性があるんじゃないかと声をかけてもらいました ブルーノ・マーズ、マイケル・ジャクソン、アリアナ・グランデ、エグザイル、三代目 JSOULBROTHERS、e、とかが好きで、ずっと歌ってきました。小学生の頃から、お笑い芸人か歌手になりたかった。人に勇気や感動を与えられる歌い手になりたいと話した。東京出身で、高校卒業後の2010年に吉本興業の NSC に16期生として入所。 12年にお笑いコンビ、チョケラッチョを結成したがトリオ、解散、再結成などを経て22年に解散、22年にブレイキングダウンのオーディションに応募、ビッグマウスとは裏腹な臆病ぶりが、なぜか朝倉、瓜田淳二晩中村といった歴戦の勇士に気に入られ人気者となった。トンネルズが好きだったんだけど、お笑いなら吉本だろうと思って NSC に入りました。 相方の沢金は元同期生で、互いに芸人を辞めても仲良かったので YouTube を始めました。高校の時に1年間だけキックボクシングのジムに通っていたので、インフルエンサーとして名前を広めるために、ブレイキングダウンに応募しました。出たらバズって、その縁で歌手デビューにまでこぎつけました、と振り返った。ブレイキングダウンのオーディションでは言動と行動の面白さから、家電から、お前、 ひな壇クオリティだから、と歴戦の勇者が並ぶ中に加えてもらった。あれがなかったら、今はない。小学生の頃の、芸人の夢と歌手の夢が叶いました、と笑顔を見せた。1万人規模の観客の前で歌唱することに緊張しつつも、目標は東京ドームの5万人の前で歌うこと。英語が得意なので世界を狙っていきたいと語った。25周年を迎えた歌手の島谷ひとみさん。 2002年に「甘職の髪の乙女」で大ブレイクし歌手のみならず役者モデルタレントとしても活躍しましたそこから苦悩の30代気づきの40代と時間を重ねる中で見えてきたことそして今後を見据える中で大切にしている言葉とは初ステージに立って思ったこと今年25周年を迎えました振り返ってパッと思い起こされるのは スタート地点ですね。まさに天気というか、そこからすべてが変わったし、すべてが始まりましたから、歌手になりたくてオーディションを受けて東京に出てきました。